ちらはドローン農薬散布代行スカイウォーカーズさんです。お話聞かせていただいてよろしいですか。こちら側に失礼します。はい、こちら。はい、こんにちは。何ですか。マキさん。はい、私ところはですね、この名の通りドローンの農薬散布代行サービスでして、まあ、本日は出店していらっしゃる皆様に比べますとどちらかというとアナログなサービスな提供なんです。まあ、農家の皆さんとか、まあ、生産者の皆様はですね、まあ、兼業農家の方が非常にこう多く、まあ、富山県にはいらっしゃるということで、まあ、例えば休みの日に、家族総出で、まあ、農薬散布をしたり、そういったことが非常に手間になっているといいますか、まあ、時間がかかってなかなかちょっと大変だっていう言葉をこういろいろいただきまして、で私どもドローンスクールをですね3年前から運営しておりまして、まあ、そちらの方の経験を生かしまして、まあ、こういった農薬散布ドローン、まあ、機体だけがハイテクなだけであってですね、提供して出てるサービスはですね非常にアナログなわけなんです。要は、まあ、皆さんのお手をこう煩わしとる重労働を私たちがまあ代わりにドローンで、まあ、散布を代行させていただきますというサービスを提供させていただいております。でも助かりますよね。そうなんですよ。生産者の皆様からはですね、本当にいや本当に楽でいい、休みの日とかも出なくていいですし、そして非常に小コスト化に、まあ、つながるというお言葉もいただいております。はい、だと思うんです。スマート農業の入り口って考えていただければ、ご自分でこう持たれるのが、ドローンを持たれるのが結構ハードルが高いんですけど、まあ、それを委託してうちの田んぼはドローンで散布してますよっていうのがまずスマート農業の入り口と考えていただければよろしいのではないかと思います。はい、まず牧さんから聞いていただきたいそうです。我々に任せていただければ非常に安全ですし、オペレーターもですね、まあ、日々1年間通して訓練しておりますので、みんなレベルが高いオペレーターが多いですから、ほとんどほぼ無事故でやらせていただきますし、はい、全て任せていただければ安心でございます。その都市に決める農薬を決めていただければそれだけで結構です。あとはお任せください。はい、はい、お任せください。はい、はい、どうもありがとうございました。お願いします。皆様こんにちは。富山県内でですねスカイウォーカーズと申しまして、ドローンの農薬散布代行業を営んでおります。今日出店しておられる皆様は大変ハイテクな方ばかりでですね、私たちどっちかというとアナログなサービスの提供をさせていただいております。富山県内のですね、ほぼJ様を窓口になっていただきまして、生産組合様とか農家様の農薬の散布の代行をドローンでやらせていただいている事業所でございます。今日先ほど来ですからですね、午前中のいろいろな皆様、ファームの皆様とお話しさせていただきましたけど、皆さんほとんどもドローンをお持ちってことで、ちょっと皆様、今日参加の皆様方にご提供できるようなサービスではないのかなと、まあ、今感じておるところでございます。ですね、私ども実はドローンスクールの方もですね、運営しておりまして、先ほどの講演のお話の中にあったようにですね、さまざまなドローンの機体も保有しております。今回は農薬散布代行業ということで参加させてもらっておりますが、まあ、いろんな例えば補助のセンシングであったり空撮の代行であったりデータの収集の代行であったり、そういったサービスの提供もですね、まあ、ご相談いただければご提供することも可能でございます。あともう一つですね、先ほどいろいろ今日ご参加の皆様、ドローンをお持ちで、ご自分で飛ばして、散布をこうやっていらっしゃるとお聞きしたんですが、ご存知だと思いますけど、12月の5日よりですね、国の法律が変わりまして、国のライセンス制度が導入されることになりました。まあ、1等ライセンス、2等ライセンス、今ですね、全国でですね、見せしめのようにですね、ドローンのこの無許可飛行とかいろんなものが取り締まりが大変強化されておりまして、まあ、例えば DIPS 2.0 とかにですね、まあ、飛行の計画を載せずに機体の登録もせずに飛ばした場合はですね、一日30万円の罰金で、たくさんね、まあ、事業者の方が捕まっておりますので、ぜひお気をつけ願いたいと思います。はい、あとですね、まあ、このちょっとドローン事業のお話になりますけど、まあ、12月5日のこの法改正で、今このドローンの社会実装がどのように変わるかといいますと、今レベル4飛行というものが今可能になります。このレベル4飛行というものですは、はですね、有人地帯の上空をですね、自立飛行でドローンが飛んでいきますよっていう、まあ、この法律なんですね。一等ライセンスを取れば、これはこれでどういうことが起きるかといいますと、物を運ぶドローンとか人を運ぶドローンがこの先どんどん、まあ、空を
飛び回る社会が今社会になってくるわけなんです。多分このドローンっていうものはですね、一番この身近な事業ではですね、多分農業が一番身近なところにあるとは思うんですけど、まあ、国がそういったそのドローンの社会実装に向けてですね、法律をどんどんこう緩和する反面、ものすごく厳しいくくりをつけてきておりますので、ぜひご自分で飛行されていらっしゃる皆様はですね、今一度国土交通省のですね、ホームページをご覧になってですね、ぜひ法を犯さないように飛行していただきたいと思います。もしそれがですね、この先めんどくさいとか、機体をメンテナンスするのがめんどくさいとか、新しい機体を買うのがめんどくさいとか、一等ライセンス、二等ライセンスを取得するのがめんどくさいとか、そうお考えの方はぜひ我々にご相談いただければと思います。以上でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。牧さん、ありがとうございます。